まこねです。今日はですね、今日は M キャスの、収録なんですけど、ちょっと気分を変えて、街をフラフラしながら喋ってます。普段はね、今日は朝の仕事休みなんで、外に出ないで、だいたい半日はパソコンいじって、収録じゃなくて編集したりしてて、で、残り半分は、近くのね、スーパーに買い物行ったりとか、して過ごすんですけど、今日は久しぶりに、多分半年ぶりぐらいに、私の住んでる家から、街の方に向かって歩いてる。前はね、私ストリートフォトグラファーだから、しょっちゅう街の中歩きながら写真撮ってたんだけど、何回かね、M キャスでも話してきたけど、3年くらい前から、しばらくね、断食なくて SNS 立ちしてたわけよ。SNS 立ちをしてる間に、まあね、写真も止めて、全部、捨て去ったというか、まあ、掘り投げて、いたんだけど、YouTube 始めると同時ぐらいに、YouTube 再開すると同時ぐらいに、写真も撮り始めて、今は、あれあれと積極的に、インスタグラムに上げてるかな。そしたら、めんどくさがり屋さんだから、できればね、インスタグラムだったらインスタグラム一つに上げて、自動投稿にしたわけよ。まあ、そういうツールがあってさ、私今ね、ちょっと IFTTT っていう、まあ、昔からなんだけど、サービス同士を連携させるね、大昔にあったチューブみたいなね、サービスがあるのよ。そう。それを、前はね、結構有料じゃなくて無料ですごい何でもできたんだけど、今優勝になっててさ。まあ、それを連動させて、私のインスタグラムかな、インスタグラムに写真アップしただけで、まあ、ペンタレストとか、タンブラとか、フェイスブックとか、ツイッターに全部連動できるようになったら、本格的に、インターネット上で写真を発信するのを始めようかなと思うんだけど、まあ、そこに行くには、まだもうちょっとかかるかな。まあね、あんなのさ、やり始めてしまえば、そんな、2、3日で終わるんだけどさ。終わるんだけど、でもまあ、ね、ちょっとめんどくさいっていうか、まず、優先順位がね、そこに行ってないっていうだけなの。めんどくさくない。まあ、それで、全部連動できるようになったら、本格的に皆さんにね、お知らせしたいと思ってます。そう。ね、もう私もね、ツイッターのアカウントも、まあ、半年ぐらい、数ヶ月前だっけ？どれくらい前だっけな？あったじゃん。ツイッターがさ、一斉になんか仕様を変えて、アカウント停止食らったとかさ、再開できたとかできなかったとか、あったじゃん。私もね、アカウント潰れちゃって、再開のめども立たずに、それなりにフォロワーいたんだけどさ、もう全部パーよ。まあ、それで、仕方ないから、もう一回作り直そうかなって思ったら、ちょっとまた別のトラブルで、うまく作れなくて、ちょっとどう対応しようかなと思ってんだけど、まあ、またね、潰されちゃうリスクがあるんだったら、ツイッターじゃなくてもいいんじゃないかなって思ってはいるの。思ってはいるんだけど、まあ、ツイッターの魅力はツイッターの魅力であるんだよね。だからまあ、段階的に、一番遅くなるかもしれないけど、一番発信力があって、拡散力あるツイッターが、一番後回しになるかもしれないけど、まあ、いずれ再開しようと思ってます。そんなわけでですね、今日はね、ちょっと私の、まあ、生き残ってたっていうか、まあ、積極的に自分でアカウント潰したわけじゃないから、まあ、もちろんログインすればあるんだけど、ログインすれば残ってたんだけど、まあ、生き残ってる SNS 周りの話をちょっとしようと思います。今日はね、2本撮り。
収録中ね、日本撮りなんか言っていいのかって感じだけど、日本撮り。最初はね、今日はこの話を全然するつもりじゃなかったんだけど、最初はね、昨日発信した今日のアウトプットの中で、日本ダイエット協会のさ、ダイエットの概念の中で、ダイエットの概念は大前提として、そう、食に困ってないっていうことが大前提だよっていうふうな記述があるのよ。それはちょっと、昔はそうだったかもしれない。でも今は違うんじゃないのっていう話をどうしてもしたくて、スマホ片手に家から飛び出したんだけど、なんか喋り始めたら SNS の話をしたくなっちゃって、SNS の話を前半し、後半というか2本目は、さっきのダイエット健康協会に物申すみたいな感じのさ、大雑把というか、話題それた内容の話をしていこうと思ってます。まあ、そんなわけで、最初は SNS の話なんですけども、まあね、まあ、嫌いってわけじゃないんだよ。嫌いってわけじゃないよ。でもね、私はさ、文章コミュ力がないわけよ。そんなこともあるかな。ないかもしれないけど、文章コミュ力がない。どういうことかっていうと、つまりね、人と向かい合って喋る分には、コミュニケーション能力に別に、不安とかってないの。ただね、知らない人に声かけれたりするのは苦手。知らない人に声かけるのはもう本当とにかく苦手だけど、普通に話しかけてしまえば、喋ってしまえば、全然別にコミュニケーション能力に不安があったりとかってないんだけどね。でも、私はね、文章上のコミュ力がないわけ。苦手っていうか大嫌い。そう。だからね、まあ、YouTube もそうだけど、YouTube もそうだし、ポッドキャストもそうなんだけど、私はね、コメント対応が嫌なのよ。ひどいよね。私のさ、ポッドキャスト、聞いてくださいって一生懸命言って発信してるのに、コメントはいりませんってんだから。そんなわけでね相変わらず私のポッドキャストも YouTube もできればコメントを送らないでください体制なんだけどさ、そう、それだけにめんどくさい。めんどくさいっていうのはそうね、やっぱ発信すればさ、発信すればするほど何パーセントっていう数字は私知らないけど、結構な確率でコメントをもらえるのよ。そう。私のね、ツイッターは、全部英語でね、写真を発信したから、写真ってさ、別に言葉関係ないじゃん。言葉は関係ないから、発信できたんだけど、まあ、もちろんコメントもいっぱい来た。それがね、また英語ばっかじゃなくてね、なんだろうね、日本の私の生活リズムで発信すると、なぜかね、インドの方とか、サウジの方とか、多いのよ。私のコメントには。まあ、ヨーロッパの方も、アメリカの方もいらっしゃったし、世界中の方から、またやっぱり英語で発信すると、いろんなコメント来るんだけど、日本語以外の文章とかコメントに対応するのは、そんなに嫌じゃないの。日本人の、いや、ほんとこんなこと言っていいのかな。日本人のコメントに対応するのが大嫌いでさ。大嫌いで。それでもうね、SNS もね、LINE も全部いらないと思ったの。ほぼ寝込んだ状態。だってさ、本当に最近までさ、小川誠は死んだんじゃないかっていう噂が流れてたみたいよ。いや、積極的に生きてるなって手を挙げてないから、今も死んでると思われてるかもしれない。だからね、私はさ、日本人のね、日本人の文章のやりとりが嫌なの。どうしてって言われたら、どうしてだろうね。
まどろっこしいというかさ、まあ、それだけ海外の言葉はさ単純だよ。英語もそうだけど、海外の言葉は単純で、なんかグレーゾーンがないわけよ。だからやりとりも単純。うん。で、逆に日本の言い回しをわざわざ英語とかに持ち込むと、相手はね、なんかいまいちニュアンスがわかんないみたいな感じなのね。まあそりゃそうだよね。日本語じゃないんだから。まあそれで、まあ、返す方も単純だし、私はさ、英語もそこそこってか、ちょっとしかね、わかんないから、ちょっとしかわかんないからさ、Twitter のフォロワーの方とかに、できれば、小学生とか、ちっちゃい子でもわかる英語で返してくださいとか、コメントくださいって言ってたのね。だからさ、コメントも非常にね、優しくて、わかりやすいのが多かった。だからね、海外の方からもらったコメントに返信するのに、すっごい悩むってことは、まあまああんまりなかったな。でもさ、アーティスト同士とか、クリエイター同士とかだと、まあ一歩二歩もさ、踏み込んで話するじゃない、するのよ。となると、やっぱりね、まあ、どう返信しようかなって悩むこともいっぱいあった。そう。ただね、日本人のね、普通の友達とのやりとりですら、めんどくさいと思っちゃうほどではなかったかな。まあ、そんなわけでね、まあ、SNS 再開するのはさ、まあ、自分で発信しているコンテンツを、皆さんに届けやすいようにするために発信するわけなんだけどさ、まあ、それにしてもね、まあ、一方的に発信して見るかどうかあなた次第っていう SNS や。うん。だから、まあ、積極的に SNS っぽく反応してくれなくてもいいよっていうスタンスで、今後もやっていきたいと思ってるの。なんで鼻がムズムズするんだろう。うん。それでね、私がさ、まあ、一番最初に取り組んでるのは YouTube だよね。そう、YouTube。うん。でね、私 YouTube ってさ、15年くらい前かな。まだね、Google に、買収されたかどうかっていう頃だったと思うな。Google にはもうなってたと思うんだけど、その頃に、結構ね、遊んでた。まあ、それがお金になるなんてもう思っていなかったからね、その頃は。うん。で、どうやって遊んだかというと、その頃は、よかった。これそういえば、日本の方しか聞いてないんだ。その頃は、携帯電話ってあったじゃない？今はスマホだけど。うん。携帯電話も、やっとカラーの携帯電話が出てきて、i モードとかがさ、i モードとかホームページとか、ね、i モードとかでページを見れたりできるようになった頃だよ。で、やっとカラーの動画が、メールで送れるみたいな時代。うん。その頃に、初めて、ね、YouTube で、あの頃ね、YouTube は、YouTube も、携帯電話からアップできるようになってたの。だから、私のさ、今のね、VMAC のさ、動画の一番最初を見ると、あれは携帯電話からアップした動画。うん。だからもう何年前かわかんないけど、でも十何年前だよね。だって iPhone が出てから13年ぐらいでしょ？ 15年目だっけ？そう。確かね、iPhone 出てから15年目ぐらいなのよ。最近、そう。3日ぐらい前に iPhone ブロックス叩いたばっかだからね。その時調べたから覚えてんだよ。うん。それでさ、それで、まあ、YouTube って面白いなと思ったけど、でもその時はね、動画を編集したりとか、っていうことまでは考えつかなかった。ただ撮ってあげるみたいな。それからね、私は写真に集中したから、動画にね、大した興味がなかったのね。そう。クリーン。うん。で、動画に全然興味がなくてさ、まあ、気がついたら、すごい YouTube がどんどんみんな見るようになって、まあ私も見るようになって、見る側としてずっと楽しんだ。でさ、まあたまにね、たまにやってみようかなと思って試してみたことはあるんだけど、でも、なんだろう、夢中になるってことはなくて、まあ仕事でね、YouTube の使い方とか、レクチャーするぐらいのことはできたのよ。自分で、積極的に使わないだけで。うん。ただ、3年
くらい前にダイエットをした時に、あの時はダイエットのね、あの先生とコラボ企画だったので、ダイエットの先生は YouTube で売り出したいってことで、あの私も動画撮りながらダイエットの様子を報告したっていうのが、まだ3年ぐらい前かな。そう、そっからまたパターンとやめて、全然やってなかった。いや、でもその前もあったかな。環境系の音楽を流すチャンネルとかね。だからさ、私の今のね、このメインチャンネルの、V マコのさ、チャンネル登録数って、まだまだじゃん。でも、前に作って、前に運用してて、ほっといたアカウント、あのチャンネルを見ると、軽く1000人超えてるの。ほっといただけなのに。そう。だからさ、これを始めるときに、そのチャンネルをまた、ちょっとね、いじって、運用した方が早いんじゃないかなと、それは思ったよ。1000人超えてるんだもん。うん。あと、ショート、あとね、いくつか条件を満たせば収益化までになるから。でもさ、このアカウントって、ダイエットの先生、西山先生と一緒に始めたさ、アカウントの、残りなのよ。だからまあ、それを活かしたいと思って、このアカウントにしたのね。うん。それで、YouTube が今メインだったんだけど、いや、YouTube じゃあ始めようか、再開しようかって時に、まあさっき、例のシリアとトルコのね、地震が起こって、まあそこからね、日本柱というか、ほぼトルコとシリアの地震に、時間を割かれて、まあ、現在に至ってるって感じなの。うん。でね、まあ、他にね、世の中さ、動画のさ、動画関係のもの山ほどあるんだけど、一応一通りアカウントは持ってる。で、いろいろさ、試して投稿した頃もあったんだけど、今は、動画関係のアカウントで、まともに動かすのは YouTube だけかな。そう。まあね、私ね、飛びつくのは早くてさ、TikTok もすごい早いうちは遊んでた。そう。でも私は TikTok よりね、バイニーの方が楽しかったんだよね。バイニーはもう知らない人も多いかもしれないけど、バイニーどこに吸収されたんだったかな、忘れちゃったけど、まあ、TikTok みたいに、あれ15秒か20秒ぐらいの超ショートムービーの SNS だったんでね。バイニーすごい面白かったんだよ。そう。でもまあ、あれも日本語になる前に終わったのかな、ちょっと忘れちゃったな。バイニーとか、面白かった。で、ツイッターもね、私がツイッター初めてアカウント持った時は、まだ日本語になってなかったね。もうほんとさ、ミニブログって感覚がまずわかんなくて、何したらいいんだろう、何が面白いんだろうっていうところからスタートしたかな。で、私はね、ツイッターよりも Facebook の方が後だったんだよね。うん。まあ、実際は Facebook の方が1年ぐらい早かったんで、Twitter より。そう。でも私は Facebook は Twitter の後に、知って触ってみたんだけど、Facebook もね、私が始めた時はまだ日本語になってなかったな。もうどれくらい前か忘れたけど。うん。だからもうね、その頃の Facebook って、ネット上の業界人みたいな人ばっか。そう。うん。だから、まあ今でこそ有名な人もいっぱいいるしさ、そんな感じなんだけど、本当あら、ここし、いや、もともとこんなカメラだったっけ？いや、まあいいや。そう。こんな感じで、始めたんだけどさ、Facebook。まあその頃はね、まだミクシーもあったし、ミクシーなんて今多分知らない人の方が多いよね、きっと。ミクシーもあったけど、私はミクシーはね、あんまり触ってなかったな。そう。ほんで、なんだ。うん。だんだん話がずれてきた。街中歩いてるとなんかいろんなもん目についちゃうからさ、なんか集中できてないっちゃ集中できてないね。まあ、それで、ツイッターとかフェイスブックに関わるようになって、まあ、その頃はね、各国、まあ、大小いろいろあるけど、いろんな国でいろんなね、SNS があったんだよ。うん。今はね、大きい SNS がどんどんってあって、小さい SNS はさ、もうさ、淘汰されちゃってさ、超ちっちゃくて、
そう、何万人しかいないようなやつとか、超でっかくて、何億人っていうのしかいないようなさ、感じになってきてるじゃん。うん。だからさ、どっちがどうかってとも言えないけど、の中間あたりみたいなね、日本にミクシーありみたいなのとか、そういうやつがいっぱいあったんだ、そういう SNS が。うん。まあ、それから時間経って、私が SNS 断食をしたって話の先、やっと戻ってきた。うん。私がね、好きな SNS の一つにタンブラーっていうのがあるの。タンブラーイギリスだったら、こっちにいると、車の音が入っちゃうか。そう。んで、タンブラー、イギリスかどうかわかんないけど、タンブラーはね、アーティストのコミュニティのために作られたブログなんでね。ブログと、ツイッターとブログの合体したみたいな感じ。うん。で、タンブラー知らない人は、まあ、よくわかんないって感じのサービスかもしれないけど、タンブラーはタンブラーでね、あれも長いね。タンブラーはね、今1アカウント作ると、ブログをね、量産できて、そう、ブログを10個作れるのかな。うん。だからね、マルチブログとはまたちょっと違うね、面白い使い方ができるのよ。そう。だから私もね、タンブラーで、写真を発信しているのもあるし、私の写真集のね、オフィシャル、ホームページ、ウェブは、タンブラーで作ってる。そう。まあ、タンブラーね、タンブラーもそうなんだけど、私さ、何でもできちゃう？そういえば昨日の iOS の話とちょっと逆だけど、iOS はもう何もできないから嫌だって言ってたね、私 OS。何でもできる Linux が好きって言ってたけど、ね、ウェブサービスは逆で、縛りがあった方が燃えるの。だから、自分でさ、何でもさ、どこまでもさ、突き詰めていけるワールドプレスみたいなのはね、なんか、あまり好きじゃないんだよ。逆にさ、ブロガーとか、タンブラーみたいに、HTML とかさ、CSS を駆使して自分に改造できるけど、だからって、無制限に何でもかんでもできるよっていうわけじゃないサービスの方が、まあ、好きで、そう。こっちも車の音するな。好きで、今でもよく使ってる。そう。だからさ、まあ、ほんとはね、ぶっちゃけね、ブログはさ、まあ、無料の、自分で投資しないで無料で始めるんだったら、ブロガーがいいと思うよ。SEO もしっかりしてるし。うん。そう、ブロガーがいいと思うけど、ブロガーもね、とことんまで突き詰めて、自分流にカスタマイズしていくってなると、なかなか特殊なさ、才能いるよね。そうそう。まあだからね、プロの人が遊びで作る分にはいいけど、まあ、素人がね、手出して大やけどするっていうパターンもあり得る。うん。まあそんなわけで、ブログはまあそんな感じなんだけど、まあ、タンブラーっていうブログがあるんだけど、まあ、タンブラーに熱を上げてる頃に、スタートしたのが、ノートだったんだよね。日本のノート。ノートさ、海外では、ノートあんまり知られてないし、ノートね、ISTT とね、連携してないわけで、してないのよ。だからさ、私はさ、ノート、これから先、私にとってどうかなって思ってるんだけど、ノートはね、いち早く自分のコンテンツを、お金で払って買ってくださいっていうスタイルだったんだよ。そう。だから、すごいシンプルで、投稿も簡単だし、今はね、いろんな機能増えたけどさ、そう、それでも、素晴らしいサービスの人ってね、今でもそう思う。そう。ただね、IFTTT と連携しないのが、私は非常にめんどくさい。手間がかかって仕方ない。そう。あとね、私が関わって、今でもあかんと思ってて、これからも伝えたいなと思ったのは、メディウスだね。そう、メディウスは、ノートのね、海外版っていうか、メディウスの日本版がノートだったんだよ。うん。だから、メディウスもあかんと思ってるし、まあ、メディウスはね、残念ながら、オール英語なんで、イングリッシュなんで、まだまだね、よくわかんないところがいっぱいあるはある。うん。そう。まあ、それで、
メリウス、タンブラーを、文章発信の中心として、ツイッター、インスタグラム、フェイスブックなんかが拡散の主軸。で、情報発信の主軸としては、情報元、コンテンツの元としては、YouTube、ポッドキャスト。で、まあ、写真に関しては、どうしようかって、どこを、スタンド、発信スタンドにしようかっていうのは、まあ、ちょっと、悩みようよね。そう、うん。どれがいいかな、みたいな。まあ、予算もかけずに、まあ、アップして、貯めておけるみたいな。うん、もしかしたらさ、まあ、よく調べてないけど、いや、どうだったかな。IFTTT と、Amazon フォトが連携してたらいいなと思ってるんだよね。そう。まあ、特定な要素に投稿すると、自動的に反映されるみたいな感じだけど、でも Amazon もね、タグ付けとかっていう機能はないから、まあ、ちょっと難しいかもしれないね。そうすると、昔懐かしいフリッカーとか、500ピクセルとか、で、IFTTTPP と連携してやったら、まあいいのかなと思ってるんだけど、まあどっちにしてもね、まだあんまり一生懸命そこまで手をつける気はないので、今は、ポッドキャストをやりながら、その、ポッドキャストのね、オーディエンスを上げていくにはどうしたらいいかっていうことを、楽しみながらね、研究していこうと。まあ、そこがね、なんとなく方向性がしっかり見えてきたら、そこから先、いろんなのと連携していこうと思ってます。まあ、そんなわけでね、どれくらい喋ったんだ？なんか結構喋ってる気するけど。そう、ちょうどいいくらいだね。そんなわけで、もうすぐ30分になるので、うん。これで終わりにしようと思うんですが、まあ、振り返るとですね、私の、SNS は、日本にあったね、過去あった、知る人と知る、もう伝説のサービスだと思うんだ。ガイアックスコミュニティっていうのがあったのよ。ガイアックスコミュニティは本当、現在の SNS の、をもうそのものっていうか、まあ素晴らしいコミュニティサービスだった。うん。あれが今でも残ってたらどれだけ進化してたんだろうって思うぐらい素晴らしいコミュニティだったんだけど、残念ながらね、短命で終わってしまって、もうあれ簡単ホームページ制作サービスみたいな感じで、やってたから、違う切り口でやってたら、本当今もバズってたかもしれない。うん。まあ SNS 界のトロンみたいな感じだね。あ、ごめん、トロン知らないか。トロンは、OS の中で、唯一世界に抵抗できたかもしれない日本の OS。うん。トロンもね、不遇な形で終わる。まあ、そんなわけでね、なんだっけ？そう、なんでトロンの話？そう、ガイアクス。うん、ガイアクス。そう。ガイアクスから始まった。そう、ガイアクスがなかったら、インターネットのコミュニティのコミュニケーションの可能性をすぐに気づくことはできなかったね。逆に、あの時代にガイアックスを触った人は、早く SNS の可能性とか、ブログの可能性に気づけたんだよ。うん。やっぱね、そう、だからやっぱガイアックスはさ、ほんと今の、まあ私と同世代、もっと上の世代の、IT 技術者にとっては、ほんと重要なターゲティングポイントの一つだったんじゃないかな。そう思ってる。うん。まあ、そんなわけでですね、今日は、いきなり思いつきで SNS の話を始めてしまったんだけども、最初に言った通り、これからもう一本撮ります。そんなわけで、皆さん、また今度。Mキャストの方は、今日のアウトプットとか、ワケありダイエットウォークとは、と違って、本当気まぐれ録音、気まぐれ配信なので、気が乗らなかったらいつまで経っても次は来ないです。まあでもね、のんびりお待ちください。そんなわけで、今日の今日というか
今日いきなり思いつきで始めた M キャストはこれで終わりです。じゃあまたね。バイバイ。